どうもダロマニム DB です。今回は2週間前くらいに来た超大型アップデートについて少しだけ紹介したいと思います。まずは新しいガチャの追加についてです。新たにインテリアガチャというものが追加されました。内容は各種インテリアとクリスタル、そしてスタミナチップとスタミナ回復チケットです。もちろん今まで貯めてきた開発チケットと交換もできます。そしてインテリアとは何なのかというと、ゲームのホームの背景です。今映してる部分ですね。この部分を変えられるようになりました。またガチャで当てたものには効果がついていて、持っているだけでインテリアのモチーフのステージのボスを除くレアモンスターが出現しやすくなるようです。現状種類は15種類あります。元からあったやつと全12ステージ、無限回廊、夢って感じです。続いてはチャレンジモードについてです。今回のアップデートで、ベッドが戦う新しいモードが追加されました。こっちのモードはスタミナ制でプレイできる回数が限られています。1回で25のスタミナを消費します。スタミナ上限はインテリアガチャで手に入れることのできるスタミナチップで150まで上げることができます。プレイ内容はネタバレになるので割愛しますが、プレイすることによってこのモードで強くなれるアイテム、アビリティストーンやペット枠、限定インテリアなどと交換することができます。またスタミナは動画やインテリアガチャにて入手できるスタミナチケットで回復もできます。最後にチャレンジモード追加に伴い新たなミッションも追加されています。以上で今回の動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。See you.